当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い、自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味道無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。これが多分折れてる、これ前回カンヌキが折れてることが発覚したエタ2846のムーブメント、これをね、カンヌキ届きました。まあ長かった。では折れたカンヌキ届いたパーツ、これカン抜きがなかったから、これ実はカン抜き、あの辺のパーツが一式セットで入ってきました。そう、もうカン抜きはねセットしてあります。もう外してある状態だったのでね、あとはポイポイ組んでいくだけ。最初にカン抜きをセットして、そう、鼓にしっかりとかけてあげましょう。そしてね、裏押さえを組んで乗せてあげたら、あとはビスをつけていくだけです。でバネとかの絡みもあるので、その辺は最初にバラした時にしっかり見ておきましょう。あの辺の今触ってる後ろあたりもバネのかけがありますし、そう、グリスはね新しいものなのでしっかりとかけておきましょう。でここパチッとかけます。なんていうかわからないけどパチッとかけます。そう、そしたらね、これカレンダーディスクの伝達車ですね。これをグリスもね少し塗ってあげました。オイルを乗せてあげて、そしたら受けも乗せてあげましょう。受けはねちょっとスライドさせるように入るタイプですね。そう、今回はきっちり動きました。あとはねカレンダーを乗せていきます。カレンダーを組む前にバネがあります。この下だね、カレンダー受けの下にバネが仕込んでありますので、先にバネを仕込んだ方がいいかもしれません。そう、そしたらビスをしっかりと止めてあげて、これでねカレンダーの受けはこれで終わりです。そしたら曜日のディスクも乗せてあげます。曜日のディスク、カレンダーのバネと一緒のバネが装備されるようになってますので、あれにしっかりとかけて、そしてクリップを止めてあげるという感じです。そのバネがね一緒になってるんですよ。一体になってるバネなもので、それをこうしっかりとカチッとこうねかけてあげてください。そう、そしたら動きを確認させてあげます。カレンダーの逆回転が曜日の回転ですね。そう、パチンと動く、パキンと動くんですよ。これですよ、エタは。あのこのエタジャストがめちゃくちゃ速くてね、気持ちいいですよね。そう、あとはいつもやってる針ですね。針乗せていきましょう。あとはどんどんケースに乗せて、ケースに入れていくんですが、ちょっとねケースの留め方っていうのがねちょっと曖昧な感じ、あそれがちょっと大変だったかな。それ以外は何ら問題ないけどね、やはりちょっとねエタはちょっと癖があります。空振り0.4、肩振りはいいね。ちょっと日差が大きいですね。日差が3分ぐらい進んじゃうね。その辺調整してあげて、本当にね調整しやすい、これ調整しやすかったです。ほらこれぐらいピシッと合ってればいいんじゃないかな。これで OK だべ。意外とまあ煮詰めるときに少し大きくずれたりするけど、それ以外はかなり素直に合ってくれます。そう、なんだろうな、これなんでこれ21600振動なの。コメントくれた方で28800振動8ビートじゃないんですかっていうのもね、結構質問コメントでもあってね、
俺もそうやって言われていろいろ調べたら、どうやらその8ビットが主流らしいんですけど、このロービートっていうのもどうやらあるっぽいんだよね。だいぶ調べました。少ないらしいですけどね、そのロービートっていうのは。まあ主流はその8ビートらしいんですけどね。そう、ほらこれまた綺麗だね。本当に綺麗な時計でした。ということでね、まあ今日は修理依頼、デイトジャストのコピーかな、修理依頼をカヌキの修理とね、あとタイムグラファー、修理終わった後タイムグラファーに載せてみました。で、前コメントでくれてた方でエタなのに6振動なんだっていうのもあって、そうやって考えると俺もちょっと不思議になってて、どうやら調べると2つあるみたいです。ロービートとハイビートって2つあるみたい、2つあるっぽいね。どうやらなんか28800振動の方が、8ビートの方が一般的らしいんだけど、中にはあるみたいだね。うん、エタのその6振動っていうのもあるみたいだ。うーんと思って、だから前修理した以前にね、このレディースの2866かな、あれはを修理した時にすごい秒針が進んだんだよね。あれはテンプごと脱振機ごと変えたんだよ。したらめちゃくちゃ進みが早かった。多分あれハイビートのをつけたんだな俺な。多分そうなんだな。売ってねえんだよな。だからね、ロービートのエタのパスあんまり、テンプとかあんま売ってねえんだよな。だからその辺の、例えば秒針とかそういう時計の進みに関するところの歯車だとかの修理とかっていうのは結構気をつけないとダメかもしれない。2種類結構あるみたいなね、調べたところによるとあります。あるっぽいです。なんかね、と思って。ってことで今回もね、これね、パーツが来るの長くてね、やっぱり最近ちょっと冬っていうのも絡んでて、なんかすごい来るのが遅くてさ、やっとこれはできました。やっとできたな。まあエタなのでやっぱりこの合わせとかすごくやりやすいなと思いました。あとデートジャストもこうパチンといくの、すごいパチンといく、もう目にも止まらぬ早技でパチンといくからね。これはエタの感じだよね。なんだそれ。エタってこうパチンとこう変わるんだよ。すごい早いんですよ。2813のこのガチャンみたいな感じじゃなくてね、エタってパキンと変わるんだよね。早いんですよ。だからそのエタらしさが出てるこのデートジャストのパキンってね、すごく気持ちいい、また時計だねこれもね。ただ修理となるとちょっとね、やはりめんどくさいです。めんどくさいというか大変なところとかもあるので、エタの場合でちょっと癖があるというか、ちょっとあのね、マキシンのあたり癖があるんですよ。少し癖があるんだよね。なんていうのか、こう縦に弱いっていうのかな、こう横にからこう刺さるでしょ、マキシンが刺さるでしょ、でここに裏を押さえとかあるんですけど、こういうなんか縦になんか弱いんだよ。エタってさ、こういう動きになんかすごく弱くて、だからこうおしどりをしてあげると結構その辺で持って浮いちゃうとか結構あるムーブメントなんですよね。ちょっと若干その辺の縦に弱いような印象ですね。まあ俺がやってみての感想ですけどね、何回かやってみての感想ですけど、そういったその癖っていうのがね、ちょっとこれにはありますね。でもまた勉強になりました。やっぱ2つあるみたいよ、ハイビートとロービート、2つあるみたい。俺も気になっててさ、調べました。なんか2つあるみたいだね。ってことで、まあ今回もね、なんとか修理できました。次回もまたね、楽しみにしておいてください。本日もご視聴ありがとうございました。